いざ対決。さあ始まりました、麻雀最強戦2022全国アマチュア最強位決定戦 A 卓戦の模様をご覧いただきます。トンチャにハヤ、ナンチャに山越、シャーチャに吉野、ペーチャに川野の並び、トンの一曲ドラはウーソーです。なお麻雀最強戦は一発裏ドラあり、赤ドラはありません。予選は1回勝負で上位1名が、勝ち上がりとなります。さあまずは4社の手牌からご覧いただきたいと思います。こちら T シャットとなったハヤにはダブトンが統一です。続いてナンチャの山越、ソーズで一メンツ、シャーチャの吉野メンツはありません。そしてペーチャの川野はソーズで一メンツできています。さあまず大井さん、はい、4社の手牌からご覧になっていかがでしょうか。そうですね、あの親がねダブトン、どのタイミングでトンが出るかなって、もう2人にもう組み込まれてるんで、はい、誰がトン打つのかなって、あこれほう、まずは今になりましたが、もうどちらから出てもおかしくないような、まあ出るでしょうね、はい。さあそして秋さん、はい、ちょっと1周しかまだ見てないんですけど、はい、早くないですか、あのモーターのスピードがかなり速いですね、はい。さっきあのちょっとねスタッフさんの方とも話してたんですけど、あのやっぱプロよりアマチュアの方の方がモーターが速い人が多いんじゃないかっていう話はしてたんですよ。なるほど。なので今日もおそらくまあ速いんじゃないかなっていうのは予想してたんですけど、はい、予想以上に速いですね。うん、かなりこう打つなってるなという印象があります。さあそして親の速ですが、川野から捨てられたダブトンを早々にポンしている格好となりました。タケルはもうちょっと慎重に、うん、この感じで、ここはローソーとなります。こんな感じでいいと思います、はい。ちょドラのカンチャンターズが投げたのがハヤです。ドラそばでしたからね、ちょっと絞るのもありでしたけどね、はい、ダブトンポンに対して、ここは、まあ、ある程度はまっすぐ行こうというような格好なんでしょうか。アキさんはね、まあ、絞りの達人ですからね。いやいや私絞んないですよ。おここで意見が、解説生の意見が割れている。アキさん一番絞りってあだ名ですよ僕らの中で、はい、いや絞んないですよ。さあこれはどのような展開となっていくか。親の早が2フーロ2つ仕掛けを入れています。さあそして大井さん、はい、もう1点注目点となる と、今まで予選は上位2名が勝ち上がりだったんですが、うん、このシリーズは1人しか勝てないということになるんですが、そうですね、そのあたりのを踏まえての見どころというのはいかがなんでしょうか。2人勝ち上がりの時よりも、はい、圧倒的に、なんて言うんでしょう、どんなにリードしてても、はい、逆転されちゃうよっていうのを伝えたいですね。おー、なるほど。僕ちなみに、はい、僕最強位になったんですけど、はい、偽物の最強位なんですよ。お僕、はい、あの年、はい、二階堂に負けてるんですよ。呼び捨てかよ。確かそうでしたね。2021の、最強戦で、はい、秋さんが勝った時だから、あの時僕5万点以上持ってたのに 2着でそれもう負けって言われて、はい、だからそのみんなが1位を、ね、はい、目指す戦いって結構その、まあ、何点持ってても油断できないなっていうのを、まあ、あの完全にそのターゲットが1人になるわけだから ね、なんかみんながそこを目指していくから、はい、うん、っていうとこあるよね。2着でいいやとかがないからね。 うん、まあ、その後大井さんはリベンジで敗者復活で勝って、はい、で本戦も勝って優勝したんですけど、はい、だから偽物なんですよ。偽りの最強位、偽りですね。カッコ仮みたいな。2020年最強位、最強 M トーナメントにて、はい、はい、秋さんに敗れてます、はい、あの時もすごい点差つけてたのにでしたもんね。二階堂に、はい、呼び捨てすんな。さあこれで川野が一つ仕掛けを入れました、はい、これ役なしですね。今ね567かと思ったらそうだね、はい、345関数マンを注意した川野ですが、今のところ手の中に役がありませんよね。これでもやっぱ親がダブトンポンして、はい、まあ、ソーズピンズと泣いてるから、はい、マンズ待ちだとしたらっていうことなんですかね。まあ、3万も馬もどうせ切れないから、はい、ここから K 点という構えなんですかね。マンズだけはもう泣いておこうということなのか、はいはいはい、どうせ切れないからということですかね。川野は、年齢が18歳、大学生です。あ、テンパですね。リャンウソ絶好の数層引きましたね。これちょっとドラのウソはいきなり出ちゃう。山さんですか。2枚ですかね。使ってるか風呂に。さあこれは川野差し子のマンズ、差し子のピンズと鳴いて2風呂で、うん、役がないイーシャンテンだぞ。もうこれ3、4、5の3色か、あとはイーストを振り返って単位屋を、うん、これなかなかだね。よ、注文すごい。さあ麻雀歴2年目の川野、過去には予選出場1回をして店舗予選での敗退、
2年目とは思えないくらいの柔軟さですね、うん、すごいね、うん、僕できない僕もできない、うんうん、僕もっとジメジメ多分降りてるジメジメとっくにね親がもうねだって 5% 確定してますからね、はい、最低 5% 確定で、まあ、1万2000はねちょっと分かんないですけど、うん、これはもちろん親の早に、山越も吉野も対応すると思うんですが川野もちょっとほっとけないですよねここまで仕掛けるとまあ老僧早いですからねなんかドラ固めてんのかなって思うかもしれないですよね、はい、うんこれはちなみにあれですよあの、はい、山越さんも結構頑張って、このまま親に上がられてもしょうがないので、はい、ちょっとリーチ行くかもしれないですよここ買わせるならやっぱ買わしたいですよね買わせというか、このうん、仕掛けを上がらせるわけにいかないぞと、はい、やっぱ一人ですからね、うん、ベタベタっと降りて4000オルってやられちゃうと、うん、パワー1-4枚切られちゃってるんでちょっと苦しいといえば苦しいんですよねなるほど、ね、あウーマンを仕掛けての形式転廃を、はい、取りますねこれ想図全部通ってないんじゃない通ってないですねということで現物の数ピン切って想像を受けようと、うん、ローリングワンチャンスの急走すらいかないんだなるほどチーソーが風呂に入ってますね入ってますねリャンソーつも上がりこれは早野いい上がりが決まりますダブトンドラ1 2000オールーこれはいい滑り出しと言っていいんじゃないですか中国最強位の早、うんまあ、欲を言えばね運送で4000オールが良かったですけどね、はい、もちろんそうですね運送も生きてましたからね大丈夫です大丈夫ですあいいね写真撮影をする前に流してしまうあそうですねあるあるですねあるあるです最強戦あるあるですこれ最強戦は上がりが出た時、まあ、その手配を写真に収めてから時局に行くんですが、はいはい、もうこれは早さんはじめ3人とも4人ともこう対局に入り込んでますかね、はいはいはい、ただ今早さん2000オール積もったじゃないですか、はい、あれ実質1000オールですね今のですいませんすいませんって今なっちゃってるんでなるほどはい、あのなんていうのかな4000やっちゃった感出ましたかやっちゃった感が出て、はい、3000点分ぐらい気持ちがちょっと、はい、あ申し訳ねえってなるほど、はい、でも今回高ハイパイですよドラ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 本当だあでも4万切ったかそうですね自敗ありましたけどさあ対して今度は山越がトン統一吉野は白統一でソース1メンツ2メンツ完成いい3点なんかもうどうです白統一でドラ1枚やってポンして転廃取れますよ2000オール積もられたところですからね、はい、まあ本店のね2000点でもいいし面前でもいいしこれはかなり分かれますか打ち手によって分かれますこれは大井さんどうしますか私は今出たら私はもう泣かずに、はい、あの満貫を裏ドラ乗せて満貫を積もって、はい、親かぶりさせてやりますなるほど、はいはいはい、秋さんどうですかうーんちょっと1枚目泣きづらいですけどね、はい、これまあなんか10巡目くらいになっちゃったらねそれ泣きますけどあと急走がね2枚3枚切られちゃうともう結構きつくなっちゃうんで上がりがなるほどそのあたりをこう考慮してどうするかという判断が常に変わっていくと、はい、そうですねちょっと真面目な話していいですかはいえうん、真面目じゃない話してたんですか今まで真面目じゃなかった今までふざけてましたあ、はい、あの頭がチーピンだから泣かないんですよ、はいはいあれがチーピンがもっと端っこで1とか9だったら変化がないんで吐く、うんはいはい、泣いてもいいんですけど、はいはいはい、大井さん、はい、真面目な話いいですねいいでしょう、はい、たまにはなるほどこんな高いの最高ですなんかあの裏も返せば吐く、うん、とチーピンのシャンポンになっちゃうと吐くしか期待できないから、うん、泣いちゃえと思ったらそういう思ったら変化があるってことなんですねーローピンやパーピン持ってきてうわーそうパチンとかっこよく上がってきましたね今20004000リーチ一発つもハクドラ1 2000 4000のつも上がり泣かない時のこの満貫が気持ちいいんだわそうですね、うん、さあ早に続いて吉野の力強いつも上がりが来ました。今回は全国アマチュア最強位決定戦、うん、大学生から医師社長から公務員プロゲーマーと多種多様なアマチュアが集まったわけですがこの A 卓には、大学生の川野そして、医者の吉野この2人やっぱりちょっとあの特徴的なね、うんうんうん、あの特徴のある選手かもしれません、うんうん、そしてなんといってもこの山越親番も向かって山越、うん、過去4年この4回この舞台に進出しています、うんうん、もう昨年勝ったパタロッソさんに続いてこの人が優勝候補と ね言ってもいいと思いますがどうなるかさあ吉野トントイツおいいぞこれ川のいいぞ試写球3メンツこれは言ってたさっきの役なしの仕掛け、はい、川野さん、はい、分かりました原因が、
はい、何ですか。好きなプロ園田って書いてある、はいはい、ドルブンズのファンなんですよね、はい、だから、はい、あれは園田です。園田リスペクトの仕掛けですね。そうです、なるほどですね。園田っちーです、ね、園田っちー、はい、園田っちー園田っちーです。あれはちなみに私の手元には、はい、園田に加え、はい、村上太郎と書いてあるので、はいはいはい、ドリブンズファンドリズ、ドンブリズね。あドリブンズらしからぬドンブリズ、ドリブンズらしからぬ綺麗な3色、絶好のチーマン引きましたね。チーマン引いたね。ちょっと高めが、うん、高め9万バーにはゼロ、バゼロですね。ただもうね仕掛けが入ってるんですよね。吉野さんがトンの1泣きしてるんで、うんうん、はい、おーはやあっさり抜きましたよ。これ2枚あるよね。あこれ山越場合によっては9万出ちゃうパターンありますよ。端っこアタック、端っこアタック、はい、端っこ2枚2アタックあるよね。これ高めドカンになっちゃいますよ。うん、おなんかいい感じになってきましたね。うん、とても2年目とは思えない。今新しいタイプのリーパイが今、うわーどうだかな。こうなると押し返しローピンとかのがねドラが重なったりするとね、はい、ちょっと危なくなりますけど、そのままテンパイすれば、うん、全く問題ない。大事な場面、山越どう来るつも大事だぞ。ドカーンとねチーピン引いたりすれば、チーピン引いたりすれば助かりますね。はい、ちょっとこねるような展開になると多分チーマン重なったり、そうですね、するとね、まあ、ローピン重なりもドラ、まあ、危ないですよね。そうですね、あとパーマン引きが選択なんですよ、はい、ええ、そうですね。9切りか6パーピン切りか9万9、ああここは一旦でいっぱい、もうリーチなかったことにしてますね。めちゃくちゃ早いですもんね、知ったこっちゃないと、まあはい、でも情報がねなさすぎて分かんないですもんね。こんなの川野の捨て牌にはリーチ千貫一杯がリアンマン、今言いそうがつもぎられましたが分かったことないですよ。あしたレア初とリアンマンというこんなに特徴のあるリーチ、はい、その後ねこう心配も出ませんよね。絶対分かんないね、分かんない、分かりようがない。でも何切っても多分十、はい、何分の1しか当たんないんで、はいはいはい、何を切ってもということは、もうこれ 山越レッツゴーですね。めちゃくちゃノータイムですよ。もうリーチかかったことになっ、はい、かかってないことになってますよ。まあ親ですしね、はい、うん、ドラ1でまあちょっとねまだ降りる段階ではないなっていう感じですかね。ローマンは止まんないですね。これで EP、 これ9万ちょっと出づらくなってきたぞ。そうですね、ただ9万まだ2枚あります、うん、山にいます、ね、はい、6万もいるんじゃないですか。6万もいますね。6万も2枚かな、うん、9万高め、いいよ全然気にすんな、うん、全く問題ない、全然気にすんな、そこじゃない大事なのは、うん、これマン裏リーチでハネマンだぞ。リーチもピンフ三色、うん、いいよいいよ、裏ドラは行こう、エイト力をめくって乗らない。いやでも十分ですね。さあトンの1曲は早の2000オール、次曲が吉の2000、4000、さらには川野が2000、4000と、アキさん、はい、いきなり優勝候補山越積もられ積もられで展望かなり失ってますよ。厳しい展開になってますけど、はい、ただまあ宝珠じゃなくて積も上がりなんで、あのラス目だけれどもそこまでっていう感じですね。まだ1万7000くらいありますもんね、うん、はい、うん、あれも気にしないでほしい、はい、あのガシャンも気にしないでほしい、ガシャンは気にしない、あれ僕の友達の石橋さんも、はい、石橋信弘もよくやるんでやってます、あれは気にしないでください、はい、あれ、はい、そうですね、本当にそう思います。私も誰だっけ、誰か好きなジャンシー石橋信弘って書いてますね、ですね、早さんですね、先ほどちいちゃんの早さんが石橋さんのファン、そして親を迎えた吉野さんですが、佐々木久と堀慎吾、うん、渋川南波が好きなプロということになってますね。全員タイプ違いますね、はい、攻撃が確かに。でもみんなんか堀さんと佐々木さんは結構攻撃寄りですよね、まあ、渋川さんはバランスかな、まあ、バランスですかね、うん、あでも人が好きとかもあるかもしれないですね、はい、渋ね、僕も最近渋ハマってるんですよ。面白いですよね、なんかあの自虐のが明るくて楽しいんですよ、はい、見てて、分かりますね、この渋がまだトップ取れないとはとかめちゃくちゃ面白いんですよ。めちゃくちゃ好きなんです僕渋、はい、ちょっと今ハマってますか。今ハマってるんですよ。そんな大井さんの話より早さんの手配ですよ、ドラアンコですよ。やめてください、本当に早さん、早さん、あでもこれもこう川野もいいですよ、いいじゃないですか。サメンツ、いい、ね、に刺し子がある。そしてこちらドラのリャンマンアンコ、これはチュンかタンヤオか、タンヤオありますね、うん、山越今年こそですよ、5度目のこのステージ、2015、2016、2019、2020に続いての5度目、もう最強戦のこう顔と言っていい選手ですよね、この人は。確かに常連さんですもんね。はい、もうプロになればいいのにね、その確かに。だからさっきプロはあんま関係ねえと、うん、俺が最強だって言ってたからさ、はい、
プロなればいいのにねって思って、こうアマとしてあの最強戦のファイナルに進んでからだと、うん、自分の中でのねこう決めがあるようですが、早さんやば、早さんやばですね、いつもがめっちゃ効いてる、とりあえずチーしとく、あ、まあ、吉野もいい3点ですよ、両面連冠、うわ2差しできた、2差し差し5両方ある、できたか、できてはいない、半分の半分ぐらい4分の3ぐらいできてますね、キューピンとリャンゾーウーソー、ウーソー考えてるじゃないですかこれ、一旦キューピンか、面談ピンドラ1、まあ、そうですね、一旦キューピンか、キューピン切ればとりあえず単野は確定しそうですね、3色ちょっと遠回りだけど、うん、結局できやすいのはウーソーのような気がしますけど、うん、まあ、チーピンキューピンの重なりとか ねウーピンもそうですもんね、ただねパーピンがね1枚出ちゃってることと、ね、結局一数層の部分が結局数層引かないと確定しないから、うん、ね、また単用ですもんね何より、そうなんだよね、うん、あでこれで差し子にもあったからなっていう、そうだね、ただドラガリアンマンだからうんみたいなね、いろいろあるけど、うまつもぎりになりましたね、はい、リアンマンの重なりとかはもういいと、うん、今2枚目のパーピン切られたので、はい、あそこで9ピン切ってリアンシャンテン戻しもありでしたけど、さあ早川数のポンテンリアンウーピン単用ドラさんですよ、あったあったあった、タンヤドラさん、山越のリアンピン危ない、え？ストレートなら大丈夫だけど、はい、ただ三ピンがないですからね、なんかこじらすと振り込むかも、ハヤさんの6万の癖がすごいもうリーチ半分リーチじゃん、半リーしてますあれ、泣いてるわけだからリーチかけられないからルール上でも気持ちはリーチしたいと、気持ちはリーチだから半分リーチない、あ、うまそう、いやでも何枚切られちゃってるからな、あ、この2ピンですね、そうやっぱりね、ペンちゃんとカンちゃんどっち払いますかって言ったら、はい、もう基本的にはペンちゃんを払うものが、まあ、ルールだから、ルールというか麻雀だから確率上ね、となると、危ないランピンだー、山越が沈んでいく、タイヤオドラさん8000、そう結構ね、はい、うん打っちゃうなって思ってたね、佐々木さん、はい、今まではつぼられまでしたがついに大物手の宝珠となってしまいました、山越、いやでもこれポンテンですからね、はい、なかなかポンテンかどうかっていうのは分かんないですもんね、捨て牌はねめちゃくちゃ脂っこかったんだけど ね、 ですね、スーパーの連打と速度的には難しい、まだ脳手も十分にやれるぞみたいなところだったか、山越これは痛恨の宝珠となったか、ね、予選は1人しか勝ち上がれないんで んですよ、だからの宝珠だと思いますよ、そうなんだよ、うん、そうあれを多分 家帰ったら、なんであんなとあんな手配で打っちゃったんだと、はい、結構カンちゃんだね、まだ受け残ってて、だけどトップ取りだと、はい、行かないとなって気持ちだったんだよね、うん、そうなんですよね、点数ないとね、点数余裕があれば降りれるんですけどね、はい、そうやって僕たちもラスだったんです M リーグで僕とアキさん泣くことはない、うん、まあ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 2人もね今回すでにね残念ながら予選で敗れてしまいましたが、敗れてます、お二人ともこうあの2名勝ち上がりの予選は勝ち抜いて、僕負けましたっけ、残念ながらもう一度ちょっと確認させてもらって、友添さんにボコボコされてましたねボコボコにされました、僕されました間違いなく、やっぱり決勝戦で敗れただけにこの今同じシステムじゃないですか、はい、1人勝ち上がりという、はいはいはい、やっぱりああいうところでは攻めなきゃなっていう気持ちにはなったりするものなんですね、うん、うん、そうですね、私マルコに負けたやつですよね、そうです、丸山さんにこれは、はいはい、丸山さんが予選で少数紙上がったやつですね、はいはいはい、で、マルコと一緒に勝ち上がって決勝でマルコに負けたんですよね、うんうんうん、最後そうです、上がった方が優勝でっていう上がりっこ勝負で負けました、そうでした、何の4局のめくり合いで、そうですね、敗れましたが、はい、なるほどね、思い出してきたわ、思い出してきましたか、よかったです、負けたことは忘れてなくてよかったです、でも忘れた方がいいですよね、負けたことは忘れた方がいいらしいですか、ピサトさんにそうやって教わった、はいはいはい、負けた試合なんか見ない方がいいですよ、おいさんって教わった、言ってますね、うんうん、あの人勝つじゃないですか、うん、帰りに、うん、いや今日は忙しいな、見直しが多いわって言ってますよね、勝った試合全部見るからね、ピサトさんは、さあそして現在なんちゃの早ですが、チュンのポンをしてピンズの本一あるいはトイトイぐらいまであるか、そして親の川野も白を仕掛けています、これは本一が楽しそうなんだよな、さあ白のポンに続きペイのポン、うん、捨て牌は全ての色が切られて自牌の初も打たれています、そうですね、まあ、ここは連チャン狙いですね、そんな高そうに見えない、うん、ここがねちょっと楽しいよね、ちょっと2層あたりを持ってるのはこれはぼかしですか、ドラを受けようっていうことなんですか、
ドラ引いたらまあ採用っていうことですよね。何も役配ですしね。どんどん泣いていく、どんどん泣いていく川野。さすがにトンですかこれ。トンになりましたね。ちょっと迫力がなくなるけど、うんうん、トン切っちゃった。うわー、すごいよ。これ数ピン切りも考えてるんだ。めちゃくちゃフェイクだな、これで数ピンとか。もう連想ちょっと打ちにくいって考えてるんだ。ただイーペイコが泣いた手はないから、チーピン切りが、チーピン切りが良かったか。数ピンが現物なんですよね、今親の。うん、ただ ね、3ピン引いた時3面茶になるんだわ。なる。あと数ピンだと飛んだから、やっぱ感知ピンとか考えづらいですもんね。痛くないけど痛い。いやいや痛い痛い。気持ちは分からんでもないんだけどね。一枚切れてる飛んですからね。しょうがないけど。そう。早は両走どうしますかね。打つなら早めに打ちたいと思うんですよね、ドラマタギ。山越さんがチーピンを簡単に切ってくれるんだったら、数ピン残しとけばテンパってたな。こんなことが意地悪。意地悪だね。結構でもあの 赤なし麻雀の最強戦で打点作りたかったら、はい、結構あのトーンは残すのありなんですよ。なるほど。そして山越先生リチャリアンソー、早の手にリアンソー残ってますよ。うん、うわ、早さ残しちゃったよ。そう、これリアンソー残ってる。あれもし打てたらチーピンポンになってますからね。テンパった6球ピン。これでこれでもしかしたら、でもこれね振り込みそう。テンパったら、あ、これ大丈夫だ。違うですか。あ、チーソー現物。あ、うん、降りた降りた。おー、チーピンも受けた。降りた降りた。さあ、山越リアン運送、親の川野が6球ピン、はい、山越ここらで、うわ、ドラ押した方がいい。押した方がいい。押した方がいい。ほう、その心は。その心は、はい、次続かないから。あー、なるほど。ちょっと折り切れないかもしれないよってことですね。リーチにチーパーが通るんですよ。あ、リーチに6万が通るんだったらまだいいんですけど、はい、これ続かないかもしれないですよ。このチーパー打って今持ってきた7万は現物、はいはいはい、僕は押して押した。僕ら押します。もう、はい、4枚になっちゃったら。なるほどなるほど、はい、で第1打がパーピンでしょ。はいはい。リーチの9ピンは結構ポロも期待できる。押したい。うーん、希望だね、希望。さあ、山越一発決めたい。積もって裏欲しい。ただ選手の考え方として、うん、山越さんに積もられたって別にいいやって思うかもね。まあまあそうですね、この展望状況だとね、うん、親の方打ってしまうとやっぱ1位しか意味がないっていうのが大きいか。あとなんか自分だけ損するの尺みたいな。そう、秋さん思い切ったこと言いましたね。、うん、意外と言うんですよ、秋さん。意外と、うん、意外と言うんですよ、秋さん。でも山越さんのリアンソー4枚くらいいたんですよね、うん、はいはい。 まだ変わらないですかね。もうちょっとリアンソーが2枚ですよね、うん、でウーソーも2枚そのまま変わらずね。そうだね、4枚、はい、これちょっと上がりたいですよね、山越さん。上がりたいですよ。上がりたいどころか積もって裏ドラ乗せたいです。積もって裏ドラ、はい。でもウーソー積もれば1326、リアンソー積もればすでに満貫、うん、満貫2400ですね。あ、違う、ごめんなさい、ドラマ違えてんな。ビーズもドラ1です、失礼しました、ね、いつものやつです。はいはいはい。もう早めに出ました今日は、トンバのうちから、うん、積もりたいですね。積もりたいですね。どうしても積もりたい。神様積もらしてあげてくれよ。全然チャンスあるよ。5回目だぞ、うん、全然チャンスあるよ。あ、わーっと、いや、いかない。サブローサーとにかく打ちたくないんだと。ローマンって通ってたんですか。通ってないと思いますね。6球満通ってて、サブロマンは？サブロマン通ってないですよ。ワンチャンスとかある。ウーマンと4万が2枚ずつしか出てないですね。ワンチャンスにもなってない。じゃあローソーした方が良さそうですけどね。ソーズに嫌な感じがしてるんですかね。これはまさか園田健の偽りで、これは感覚派のプレイヤーかもしれませんよ。園田健は最初から6球ピンのままですよ。、うん、そうですね、感覚派なんですか。その件は感覚派なんですか。その件は期待値を追ってるんで、園田さんは感覚じゃないですからね。さあ、山越最後のツモまだあるよ。リアンソーあるあるよ。んない、打つのが。でもリアンソーってことはないな。そうですね、まあ、ドラヒョウですからね。ドラマタギはシャアの方がまだマシですよね。9ピンとかシャアとか、9ピンノーチャンス。あ、9ピンか。で、ね、3枚見え。これ9ピンですね。短期にしか当たんないやつですね。 でもチートイズだと思ってるかも、はい、変な派手だ。確かに捨て牌ちょっと変だ。まあでもローピンの方がいいんじゃないかと。逆にね。うわー、積もれず。山越に試練。満杯か。3枚いたんですけどね。そうですね。今度4局は山越の一人天敗で流局。
さあこのまずは A 択戦早い、スピードで難入となります、うん、さあ早さん親番ですよ。